サロメイトの皆様方のおかげでここまでやってこれましたというか、1ヶ月なんですけれども、ここまでというかもう戸惑いと驚愕の毎日だったんですけれども、でも何よりも毎日毎日すっごく楽しかったです。最初にお話しした通り、いろいろしんどいことが、正直今までの人生、皆様方もね、本当にしんどい方いっぱいいらっしゃると思うんです。でも本当に今までの人生いろいろしんどいことがありました。ですけれども、私は皆様方とこうやって出会えて、こういう風に楽しいことができて本当に嬉しいです。私のことを見て楽しいとおっしゃってくださってる方や、もうただただ見てわー楽しいわーって思ってくださってる方や、もうただ単に見て、へー、こんなものがいるんだなんて思ってる方、そして私と同じみたいに今まで自分の居場所がないように感じられていた方、そんな方々が一人一人私がいることで、こう、なんて言うんでしょうね、ちょっと私も思い上がっているかもしれませんけれども、私がいることで日常の中で一つでも楽しいなって思う気持ちや、嬉しいなって思う気持ちや、しんどいって思うのが楽になるようなことが、もしかしたら、いや、きっとそういう風に感じてくださってる方がもしかしたらいるんじゃないかしら。皆様の生活の一部というか、人生に一かけらでも私を、一滴でもいいんです、私で笑ったなと思ってくださっていることが嬉しい。そしてこれからもその努力を続けてまいりたいと思います。でもその努力っていうのはもちろん無理をするとかではなくて、私がこんな私でも元気に楽しく毎日生きておりますわよっていうのをいろんな形で伝えていきたいと思っております。皆様方はそれを見て笑顔になって笑って、しんどいなと思う時間が1秒でも減って、瞬間的に1秒だけでもしんどいのが楽になったら、とっても嬉しいって思っております。というのを1ヶ月でここまで感じてしまうぐらい濃密な1ヶ月で、今後もいろんなことに挑戦したり、皆様ともっと楽しい時間を過ごしたり、私こんな感じでも元気に生きておりますわというのをもっともっと見せつけてまいりますので、どうか皆様方、私から目を離さないで100万点の笑顔にあなたたちをさせますから。そして私が100万点のお嬢様になるのも見逃さないでくださいますよ。それではおちサロメですわ。あ、コメントが。でもまあずっと隣にいるみたいですわね。